はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、ワールド4の3のその2、目的エリアにたどり着け。遠くはなさそうだけど、一直線。しかもなんか今上にいたよね。いますね。で、これ上から撃ってくるってことでしょう。ここにただジャンプで乗れるような感じの雰囲気はないから、ゴリ押し正解。となると、じゃあ、よっちゃんで、ゴリゴリ行く。なんか正解ですか、そしたら。っていう感じしそうですね。どうしようかな。マリオミスったっぽくね、これ。ピーチさ、あー、マリオミスったな。まあ、一回とりあえず回復は挟まないと、どっちにしろきつそうだから、まあいいか。とりあえず。なんかでもボムとか適当に投げらんねえな。投げらんねえな。ミスったな。完全にガンミスですね、これは。まあでも横から撃てたら、ワンチャンス、動きようはありそう。はい。違う、そっちじゃなくてこっち。で、撃つ。クリティカル、オッケー、ファイヤーで、いい感じに、動かしたことによって、多分、これでボムが、刺さるから倒せるじゃん？オッケー。後ろ一個倒した。で、前のやつを、どうするか。これヒーローサイト、エレガントアイと、マリオのヒーローサイトつけちゃって、グワーンでいく。グワン、グワン、グワン。グワーンで動いたところを二人で撃つ。130。クリティカルじゃない、127。うん。届くのか。あ、クリティカル入って、倒す。なかなか繋がりましたね。とりあえず初ターンは割と良かったんじゃないかなと思いますけど、こいつらだな、問題は。記事。いやめっちゃ動くやん、めっちゃ動くやん。いやーちょっゴリ押された。これはどうしようかな、ピーチ。マリオでもそんないけないわけでしょ。だったら、これピーチオンリーでもいいか。いや、よっちゃんを先にめちゃくちゃ行かせて、あーでもちょっとバウンドでこれなんでしょ。いや、ちょっときついね。うわ、きついな。ここ？いや、きつ。え、どうしよう。え、ちょっと待って。マリオを先に行かせる？このぐらいまで行かせて、これ 50% の場所だからこれで行かせて、で、よっちゃんで、ここまで行かせて、で、ちゃんと上からの微妙な隠れ方をしつつ、あー、届かないんだ。ふーん。しゃーないな。いや、これはちょっとね、いろんなものが破壊されすぎたね。しゃあないですね。投げるわ。もう。上をやる。105、ナイスダメージ。これ、上ワンチャンいけない？上ワンチャンいけない？ちょっとこれパワーアップしてさ、ワンチャンやろう。50%ナイス 50%! よし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 、おいし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 。で、したら、これ上しかどうしようもないんで、上狙う。あ、当たる。いい、いや、50%めっちゃ引くやん。めっちゃ引いて、で、ガードして、ターンエンド。これはあんまりいらないかな。プロテクトちょっと取っときましょうか。まだ体力若干あるんで。はい。そっから、撃つでしょ？目の前のやつ。はい。で、縦は通らない。46。こいつ上倒せたんだけど、いい、111、強い。あ、で、後ろから来るんだ。はい。なるほど。これどうしよっかな。むずいね。ここ。ここしかないな。レッチャプレイ。で、マリオ踏んであげて、踏んで、ここじゃない？あんまり遠く行きすぎてもでしょ。倒しの、で、後ろから、
ハンマーは届かないけど、まあ、これ、うちの、やべえ、こんなとこ来ちゃった。やばいとこ来ちゃったんですけど。ちょ、どうしたらいいんですか、これ。これ、倒すべき。これ、こっち倒すべきなんじゃない？どっち倒、いや、こっち邪魔だからこっち倒すべきでしょ、多分。こいついなくなったらさ、いくらでも動きようありそうな気がすごいするんですけど。作ったかな？いや、多分俺、これ正解だと思うんだよな。移動して、ジャンプして、甘んじて受ける。あ、でもそっか。ここでいいのか。上からの攻撃はもう気にしなくていいんでしょ？ここで動かして、あとピーチでファイヤーやって、オッケー。このターンも割と良かったんじゃない？いや、ちょ、前、うん。まあ、うん。まあまあまあ、悪くない。よし。いいぞ、いいぞ。流れ流れ来てる。で、後ろからは、こやつか。まあ、ちょっとガン逃げしたら、ちょっと食らうかな。大丈夫か。よし。さあ、ここを頼む。ここ5割。ここ5割。よし、ナイス5割？引くね。いや、めっちゃ運いいぞ、これ。この試合。超運いい。飛んで、誰が？よっちゃんか。よっちゃんのダメージを回復してあげる。よっちゃんの、ここでいいや。行っちゃおう。もう行っちゃおう。ガン攻め。で、マリオで、踏んで、ここでいいじゃん。で、後ろ取って、マリオで一発また殴れる。これもイージーモードなんじゃない？イージーモードでしょ、これ。で、はい。あー、届かないけど、もうよっちゃんで行く。次のターン確定勝ちですね。なんで避けた？なんで俺避け、スライディングしなかったの？自分で謎いんだけど。はい。めっちゃクリティカル入っていくからの、ちょっとピーチ真後ろに抱えちゃってあれなんですけど。自爆テロ。自爆テロします。こいつどければ多分どうしようもないんで。うわっ完全に自爆テロなんですけど。ターンエンドよし、この後後ろしかいないんで、これいけたでしょ、これ勝ちでしょ、あとターン数が大丈夫かなぐらいな感じじゃない、届かない。全然届かない。よーしゃー。ここ結構うまくいったんじゃない？いや、まあ、相当運良かったんですけどね。オッケー。さあどうだ、ターン数。よし！パーフェクトじゃねえ？これ本当にガチパーフェクトでしょ？しゃー。5ターンで決めたのは、これ相当運も良かったし、やっぱだから運大事なんだよ、このゲーム。運も大事だし、運が大事。運9割だな。いや、そんなことないか。よし！行きましょう。4-4。4-4。その1かな？どうかわかんないですけど。すべての敵を倒せ。1、2。上にめっちゃいるのかな？これは。はい。何個？ 7？ 7、7、7、7。下にでかいのが2つと、上に1、2、3、4、5、6。あ、8？ あ、8だわ。8だ。ごめん。8だわ。8か。まあ、上取っちゃうのが最優先ですよね、きっとね。なると、まずピーチで、この辺かな？でかいのは上から倒す？いや、でもそこに土管があるってこと考えると、まず一発目倒さないとですよね。これ届かないよね、多分届かないんで、これ投げるわ。ファイヤー！あ、ちょっと、クリティカル入っちゃったことによって、ちょっと待って、やばい、それは。それクリティカルは考えてなかった。痛い。135は、まあ、コラテラルダメージってことにしておきましょう。なるほど。ちょっとこれはしくりましたね。どうする？じゃあ、これでマリオで、叩くにしたらちょっと苦しいかな。いや、マリオ上に乗せちゃうか。蹴って、いや、これ二人とも上に乗せちゃう？あー、それはそれ、これはこれだな。ああ、どうしよう。いや、でも二人とも上に乗せちゃうわ。ありじゃね？ありじゃね？で、いや、何をどうしようか。いや、ないな。まあ、どっちにしろ。これ170。これでこの上は乗れない。乗れないなら、まあ、次のターン移動できるようにはしとくみたいな雰囲気だけ醸し出しとく。
まあ、これはパワーアップしとけば落とせるんで、まあ、とりあえず1個ちゃんと落としておきましょう。はい。とりあえず落とした。あと上だね。上が、まあ、とりあえず目の前やらないとどうしようもないから目の前やる。まあ、こんなもんでしょう。シール貼る。で、終わりかな。あ、で、一応エレガントが使える。エレガント使えるんだったらちょっとエレガント置いとこ。置いとくだけ置いとけばなんか知らあるかも。マグマブラスト、おっと。ちょ、なんで一発だけこっちに飛んできた。ちょ、なんでなんで一発だけ飛んできてんだよ。やばい、13、やばい。結構狙われてそれでよし。やばい。届かないでしょ。届かなさそう。はい、で、こっちぐるっと回る。そこも多分届かない。降りてくる。めっちゃ割れる。シール貼る。撃たれる。痛い。下に来るところ撃つ。ついでになんか、ファイヤーとインクがもうめちゃくちゃになってる。めちゃくちゃになってる。めちゃくちゃになってるところから、もう一発撃たれる。痛い。回復される。強っ！全開した。マジで。え、そんなレベル高い？そんなレベル高い？マジ？ちょっと一箇所まず占拠しようか。ね。占拠しちゃおうぜ。占拠しちゃえば、どうにかなるんじゃねっていう。あ！やー！バウンスはやー！ダブルバウンス！クリティカル。ちょっと辛いね。辛いね。乗れない。いやー、それは、苦しいですね。それは苦しいですね。この辺でちょっとお茶を濁すしかなさそうですね。じゃあ濁しつつですね。165は微妙に剣がいい。スラル。上行きたいよね。ここ多分正解だよな、多分。ピーポーピーポーなんか言ってるけど大丈夫？大丈夫。で、これ撃って倒す。なんかめっちゃ構えたけど何をしてたんだ君は。なんかずっとちょっと微妙に間があったけど。ちょっとこれはまずいですね。はい、シルを。サイトは、0%、5割。この5割狙いに行くのは面白いんじゃない？いいんじゃない？まあ、しゃあないな。で、ヒーローサイト使うと、多分左のやつに反応しちゃうんで、もう一旦ターンエンド、マグマブラスト。ちょっと難しそうだな。ちょっと、クリティカル多くないかな。ちょっとクリティカルゲーすぎますね。え、なんで下なの？なんで下なの？ちょ、ピーチ死んじゃう。ピーチ死んじゃう。死んじゃうから回復してあげないといけない。え、どうしよう。え、でも上行きたいんだけど上行けない。うわ、すげえ、なんか、超辛い。いろいろ辛いジレンマ。いろいろ辛い。他は。いやー、もうやるしかないか、そしたら。これ上乗っけちゃう？ 2 対1。2対1の状況作っちゃう。オッケー。で、ボムでしょ。いや、ボムでしょ。ボムで、向こうやる。105! 結構入った。だったら、ここで合わせて2つボム投げて、クリティカルダブルでオッケー倒していく。まあ、手前のやつは一発殴られてもって感じだと思うので、これやった。で、一応スライディングはしておこうか。飛べない向こう岸まで。さすがに無理。だとしたら、ま、この辺で、まあ、体力もあるし、適当に身構えとこうか。はい。で、ババボーンはない。あ、いや、これで、範囲入ってる。範囲入ってそうだから、これやって、ババボン、ババボン、ババボン。ババボン。あ、やばい！入ってない！ギリ入んなかった！おー、マジかー。503、エドウィン、ターンエンド。あ、これマリオだ。やばい。あ、ちょ、ピーチだった。全然予想外です。これ動かれたら普通に撃っちゃうなー。
こっちじゃないんだよな。まあ、届かないですね。距離的にね。さあ、これはヨッシーか。違う、マリオだ。怖い。はい。回復はしてこない。なんかすげえ投石をバンバンされる。これは？これはヨッシー。はい。81。こんなもんだ。じゃあ、敵を減らしていけば、まあ、どうにでもなるから、多分。それはしっかり意識してやっていきましょう。で、これで、ジエンドですね。ジエンドってね。はい。ジエンドってね。で、これは普通に倒してよし。で、どうしようかな。これ、マリオとピーチの体力を、あ、これはちょっとピーチは、ここ回復ですね。さすがに回復しないと、辛そう。で、辛いのはいいとして、届かないか、さすがに。届かないか。無理ゲーか。まあまあまあ、しゃあない。したら、これ取って、上がって、取って、ここでしょう。下のやつは最終的に挟み撃ちにすればいい。ちょっと微妙に単数がかかっちゃってるのが若干気がかりかな。ここクリティカル欲しい！ナイス！ま、ちょっと前半だいぶ押されてたんで、平等院ってことで。平等院。いいじゃん。これ、ターンエンドじゃないの？撃てないでしょ？撃てなくて、マリオがパワーアップできるけど、パワーアップしなくていいからターンエンド。いやー、マジでめちゃくちゃ、ちょっとめちゃくちゃ狙われるくないですか、これ。めちゃくちゃ狙われますよね。なんなんですよ。はい。で、これ、もうあと一旦ぐらいありそうだけど、なんとも言えない。これさすがに当たらない。これは、よっちゃんがまた下行けるやつですね。下行って、下行けるだけなやつ。これ、マリオ？ピーチは入ってんのこれ。四角がいい。ゴムがある。ボムでやっちゃった方が良さそう。すごい死角だけどね。で、マリオパワーアップしとけばよか。いや、パワーアップはちょっと待って。次ラストにあいつが残ってるから、それまで残しとく。残しとく。で、上がってきたところ最終的にボコる。だったら僕の方が良かったかな。どっちにしろ殴られるんだったらって感じは、まあいいとして。あ、当たんないこれ。嘘。うっそ、うっそ、うっそ。だったら、じゃあ、マリオ動かすか。動かして、安牌なところまで持ってく。で、お互いに、殴ってか。じゃあ、そうしようか。じゃあ、そうしようか。100%。これ、一旦ちょっとあれかもな。一旦ちょっと、ダメかもしんない。まあでも、数が多いからさ、なんかそこら辺若干、こう、優遇してくれたりしないかな、みたいな。いや、いけるでしょ！うん、大丈夫だ、飛ぶね。10分の1。10分の1。156。155、156みたいな。なんとも言い難い雰囲気でしたね。はい、タイターンエンド。さあ、これ、マグマブラストはまあ、とりあえず置いといて。OK。さあ、こいつがどっちに行く？上に行くか、上に行かない。さあ、これはとりあえず、まず、ピーチで、エレガントって、エレガントらなくていいのか。こっち行って、蹴って、ジャンプして、オン？ここで回復して、ま、勝ちか。これ勝ちだな、多分。大丈夫だと思うな。一応回復しといて、極力もうあれですね。余計なダメージ入れないようにしましょう。多分勝ちなんで。パワーアップしといて、大丈夫？バグった？大丈夫？ちょ一瞬今ヒヤッとした。ヒヤッとした。で、マリオで踏んで、戻ってこれない。戻ってこれないんだったら、この辺で微妙にピーチのファイヤーをカットできるようにしておく。はい。で、よっちゃんは、よっちゃんはこれで蹴れるから蹴って、戻ってくればいいかな。これ 100%？ これ 100%？ この辺 100%？ この辺までじゃあ引っ張ろうか。OK。で、さあ、誰でどう打とうかみたいな感じ。まあ、あ、いや、いけるか。いける？オッケー。よっしゃ、オッケー。対戦ありがとうございました。うん。ちょっと前半、ヒヤッとしましたけどね。割と中盤からは、抜いた。さあ、どうだ？おし、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 オッケー。オッケー、オッケー。いいんじゃない？頑張ってんじゃない？じゃあ次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。
動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。今週はいよいよ党会議2018ウィークということで、週末に党会議出演します。ちなみに突発生放送でいろいろお知らせしようと思ってますので、ぜひ通知ボタン押しといてください。今週だけ。突発でマジでやるんでお願いします。あったかくして寝ろよ。